これが電気石。あらら、いてて、いてて。電気室のホラー穴、ダークトリニティと4体目。さあやりましょう。今回はこの洞窟入ってみたいと思います。名前何だったっけ？電気室の洞窟っていうらしいです。電気タイプのポケモンに会えるんでしょうか？今まで見たことないポケモンが出るのかな？楽しみです。新しいポケモンゲットしたいと思ってるんで、ぜひとも良さそうなポケモン現れてほしいです。なんだろう？なんかぐるぐる、え？あ、N、N じゃん！お、なんか野生のポケモン出てくるね。お、なにこれ？ギアール。ギアール。なんでそりゃ。なんか文字を変えればルギアになるけど。ルギアにはなれないな、あなたはどう見ても。そういうことじゃないか。え？なに？誰？え？来い。ちょっと早っ。なんなん？犬様、連れてきました。え？ありがとう。今の連中はダークトリニティ。ゲイテスが詰めたプラズマ団のメンバーだよ。ちなみにこの洞窟の入り口にデンチラの巣を用意したのも彼ららしいね。電気室の洞窟。ここ。いいよね。電気を表すのは数式。そしてポケモンとのつながり。人がいなければ僕の理想の場所だ。さて君は選ばれた。そう言うと驚くかい？別に当然だと思ってるから。やはり意味が理解できないと驚くこともできないか。君たちのこと、ゲイツに話した。すると、ダークトリニティを使い、君たちのことを調べたらしいよ。知念は強さという甘い理想を求めている。ベルトやらは誰もが強くなれるわけではないという悲しい真実を知っている。君は、どっちにも染まっていない。いわば、ニュートラルな存在。それが、いいらしいんだ。この先でプラズマ団が君を待ち構えている。ゲイツは君がどれほどのポケモントレーナーか試すそうだよ。さあどうでしょう。これが電気石。あらら、いてて、いてて。特に意味はないんですよね。手持ちのポケモン体力減ってたりして。そんなことないか。へえ、ビリビリしたい。もう全身ビリビリされちゃいたいとかそういうことじゃないよね。行きましょう。ここもなんか浮かんでるね。私もここは好きだよ。あ、なんだこれは。テッシード。へえ。なんなんだろう。進化するのなんかめっちゃ待ってる。なんか気持ち悪いからいいや。テッシードって感じか。こっち行けんのかな？あ、いけないわ。おーい！ん？誰？あ、チャンベルだった。声間違えちゃったよ。僕の知ってる？浮いてる島押せば動くんだよ。え、マジで？ですよね、博士。ん？あらら、あらららら、あらら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 、あらららら、博士、久しぶり。はーい、元気してる？ポプーラ。いや、マックス元気。ちょっと声の調子悪いけど。変わらずここはポケモン好みの電気をたっぷり帯びてるわね。なんかあら、電気同士反発やって浮かび石があるんだよね。もっとも全ての石を押せるわけじゃないんだけど、私はね、パパに頼まれてギアルって歯車みたいなポケモンのこと調べてるの。あ、さっき言いましたよ、それ。私がポケモンの起源、誕生時期を調べてるからって人使いが荒いよね。もっとも、私も好きで調べているから楽しいんだけどね。そんなポプーラー、これ持ってきなさいな。何？幸せ卵？食べていいの？どんな味なんだろう。黒卵かな。その幸せ卵をポケモンに持たせておくと、戦いでもらえる経験値がちょっぴり増えんの。ポケモンがたくましくなった方が図鑑のページも見やすいよね。え、学習装置とどう違うのかな。控えのポケモンはあれなのかな。これだ。あー、なるほどね。だったら今はこれをあれに持たせて、あれあれ下村さんに持たせた方がいいのか。で、ムーランドに
学習装置を持たせる。ムーランド。じゃ、これでいいでしょう。これでいいのか？私はね、博士のボディーガードなの。で、そんな必要ないけど、大事なものは守らないとね。押してみよう。おお！動いた。進んでいいのか？あ、やだ。ああ、またギアルか。これも進化したりすんのかな？なんかレアコイルみたいなポジションなのかな？レアコイル？ポイルみたいなね。3つついたら、なんか、レアギアルみたいな。そんなことはないか。なんだろうね。どう進化するんだろうね。こっち行ってみよう。あ、ボールが捨てる。こっちでいいのかしら。押せないや。あれ？いけないじゃん。あら。ちょっと一旦虫除けスプレー使います。あれおかしいな。どっか道間違えたんでしょうか。え、こっちしかないと思うんだけど。あら。ここ押すとか？あ、こうだ。なるほど、なるほど。やった。あの、ドラゴンジュエルだって。何それ。ドラゴンジュエル！やったんだぜ！何それ。めっちゃレア物なんじゃない？ドラゴン。これ。ドラゴンタイプのジュエル。もっとすると一度だけドラゴンの謎の入力が詰まる。一度だけ。使ったらなくなるタイプ？よし、マヒナシゲットだぜ。こっちかな。おー、ぶね。なんだ今の回避は。ヒールボール。どっちに行けばいいのかしら。こっちか。なんかめっちゃ回ってる。うお。ポケモンリーグを目指せるほどの実力か、試してあげよう。いや、結構です。よし、勝った。なるほど、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 なるほど。ま、こんなもんでしょう。あれ、こっちじゃないのかな？こっち？あ、こういうことか。よく考えないといけないですね。あ、なにこれ？パチュル。バチュル？バチュルだ。パチュル？バチュル？わからない。え、なにこれ？緊張感だって。見た緊張して木の実が食べられない。え、なにこれ？なんか可愛いかもしれない。まあいいや。あ、強い。やばいな。大丈夫かしら。あ、倒しちゃった。よし、ムラド、レベルアップ。今のちょっと可愛いかも。でも進化しなさそうだよね。よいしょ、こっちかな。ん？ああ、二人とも、あと追ってたんだ。はーい、何か見つかった？こっちはおよそのデータを集め置いたところかな。この洞穴は、はるか、まあ、昔からあるんだけど、ギアルが存在したと証明できるデータは100年より昔から発見できないの。そう！ギアルは100年前に突然発生した。そういうことになるの。じゃあ歴史が浅いんだね。ポケモンたちがどこから来たのか、そしてどこへ向かうのか。それを知ることができれば、私たちもっと親しくなれる。そう信じているのよね。ねえねえ、ポプーラ、ポケモンって不思議だよね。なぜこんなにすごい子たちが私たちと一緒にいてくれんのかな？なんででしょうね。まあ、きっと何か意味があるんでしょう。こっちかな。これも押せばいいのかな。あれ、動かないよ。なんででしょう。山男があんなところにいる。こっち？あ、なんか明らかに誰かが作ったと思われる橋があるね。あ、またバチル。電気タイプのポケモンか。電気タイプのポケモンってあんまり持ったことないんだよね。ソウルシルバーの時持ってたっけ？あ、体力ちょうどいい感じじゃん。これでもしボール使って入ったりしたらびっくりだけど。
やってみる？ケッ！モンスターボール！久しぶり。まあ無理でしょうけど。あ、入った。やったー。バターだね。これはバですね。バーチュールを、やった。バーチュール！ゲットだぜ！ありがとうございます。なんだこの点は。なんだこの点は。高さ 0.1、0.1、10センチしかない。重さ60キロ。10センチで、え ?60 キロ ?0.6 だから600グラムか。10センチで600グラム結構重いかもしれないな。街中で暮らすバチュールは民家のコンセントから電気を吸い取る素手を覚えている。へー。なんか仲間になってよかったのかな。まあ、いっか。まあ、いっか。あ、だだだだだ。まあ、いっかはまだこの世代には登場しないから言っちゃいけないんだった。どうしよう。じゃあ、バチュールに、あれ、学習装置を持たせよう。体力がちょっと少ないのがあれだけど。いい感じなんじゃない？こんなところでゲットするとは思わなかったわ。うわ！なんなん？来い。早い早い早い。なんなんその動きは。この先に下りの階段がある。そこでプラズマ弾がお前を待ち構えている。行けと言うのか。私に指図するとは。なかなか面白い連中ですよね。まあ、頼むしませてもらいましょう。こっちか。うわぁ、戦わなきゃいけないぞ。本日は短いですが、ここで一旦終わりにします。最後回復して終わりにしましょう。回復道具は、ここだったね。ドレス着よう。よし、オッケー。本日はここで一旦終わりにします。次回はこの階段下ってみてみましょう。はい、ありがとうございました。